紺の瓶精鋭警察小説朝日新聞出版まあ1600円プラス税でこれは紺の瓶さんの中ではハードじゃありませんからじゃがってソフト要するに警察学校の中にいろんな学校があるんですねいわゆるエリート集団の機動部隊ですねこの機動隊ですが私も特別機動捜査隊っていうところの刑事でしたがねそれとはまるっきり違う。 そういうところに入って、で訓練を受けると、いうずっと訓練機関の物語。だから複数が主役で。で。じゃあ、だから、さっき申し上げた吉田茂が。その。平常何もないのがいいんで、そういう場合は。日陰もんでいいんだよ。君たちがそうしていてくれることが日本の平和を意味するんだからという。かつて演説をしたという。途中でね、実はこれ自衛隊の人と同じ訓練を受けるんですよ。だから、警察、この主人公たちが。ほとんど根を上げる。 はは違うけど自衛隊はすごいってことになるんですねこれ自衛隊の人を読んだら結構嬉しいかも桁が違うって言うんですよこれは,警察ではないだからある種こういうものってその公務員としての訓練っていうのを一本に絞るっていうのもいいかもしれませんねあるいはそのサラリーマンのよく研修でね街角で大きな声で挨拶をするとか言うじゃないですか僕はあれがいかほどのもんかなと思うねあれだったらこういうとこ一発で入れてしまってね フルにかけた方をよっぽど、ってくる精神の問題だから、それはあの町全員が出てです、ね、私も一度、それでっかしたことありますよ。と、駅のところで、私たしーって自己紹介してで、団体がいるからね、どっか復っ切ったら、あれは何でもないのさ、ね、むしろなんか、だの自己投資の世界に入ったりする場合もあるんですわ、それが大事かって言ったらこの小子で読むとやっぱり訓練の基礎は違うな。 というふうふにもう自衛隊の人がお読みになると、うん、ちゃんとの書いてくれてるなと思うんじゃないですか警察の者が読むと「いやもうちょっと厳しいことやってんだけどさ」って言い方がちょっと甘くなるという「星は4.0」。